それは分かってますよ。でも候補くらいには思ってますよね。広場で熱く見つめ合っていたと聞きました。ここだけの話ですが、黒羽先生からの情報です。デートの約束は？
には赤座様とのこと、もっと詳しく聞かせてくださいね。いや、来たね。愛しごよ。この死に水の泉に女神イザナミが眠るという話は覚えているかい？闇は光によって払われる。日の輝きがなくなれば闇が溢れ出てしまうに違いない。先日また太陽が消えかけた。愛しごよ、僕の忠告をもう忘れてしまったのかい？もしあなたが赤座と結ばれて、さらに大いなる災いが起きたらどうするおつもりですか？
そのほころびを早めるのがお前たちかもしれない。愛し子よ、何か起きてからでは遅いのだよ。心配なのだよ。それは難しい。愛し子よ、僕の言うことが聞けないのかい？愛し子よ、僕のことを信頼し尊敬しているというのなら聞き入れなさい。もう二度と赤座に近づいてはならない。
前は賢い子だろう。約束できるね。あの男はお前を不幸にする。他のどの男を選んでもいい。だがあの赤座だけは絶対にダメだ。おい、どうした？何か起きてからでは遅いのだよ。
そんなことがあったのか。そりゃなくな。でも、まあそんなの気にするな。いや、しないでくれ。形のないもので誰かを差別するのは古いよ。もしかして俺たち、コクが色相何か教わってないのか。真っ白い子よ、なんて不気味な。あれはもしかして天女刀の娘じゃないか。だとしたら本物の白だぞ。でも、当の赤座がそういうものを一番変えたがってるわけだしさ。姿を話してさ、俺たちで勝手に盛り上がりすぎたかなって反省したところなんだよ。あんたにしてみたら、婿探しを始めてまだ半月くらいだもんな。もうちょっと悩んだり味見したりしていろいろやりたいよな。せっかく自由に選べるんだし。少し前まで話したことはなかったけど、まあ舞台で存在は知ってたから。希少な白ってことで、俺の立場的にやっぱり早く子を産んでくれないかなってのが大きくて。婿探しどうなるかなって思ってたら、二人とも息が合っていい感じじゃないか。
見てもあんたと赤座は似た者同士っていうか。だからもうこのまま行ってくれって感じでついつい。赤座とのことは焦らなくてもいいと思うぞ。探しはあと11ヶ月と半月あるわけだし、つくよみだって気長に説得すればいいよ。もし他の男と付き合ってみたいなら付き合えばいいし、比較検討は大事だろ。面白い話をしてるじゃないか、我が友よ。おう、乗るか。クロバと付き合いますって赤座に言ってみるのはどう？なんなら両方でもいい。そうすれば他の男がどういうものかわかる。赤座を嫉妬させてみたくない？やっぱそれだよな。あいつが嫉妬に狂うとどうなるか見たい。殺されるんじゃない？やめとくか。
確かに押し付けは良くないねってクロバと話し合ったんだけど、おかしいな。もし他の男と付き合ってみたいなら付き合えばいいし、比較検討は大事だろ。好きでもない男に身を任せるのが嫌だったそうです。色を守るために色相に基づく交配が推奨される。望んだ相手とは結ばれない方が普通なんです。オランピア、あなた以外はね。あなたも愛する人を見つけて母さんのように幸せになると。もう二度と赤座に近づいてはならない。
こんにちは、オランピア様。本日は僕が検閲させていただきます。本日はイシャナ店です。あの子だわ。これは夢。でも
申し訳ありません。とても信じられなくて。申し訳これはあの子の好物だった時計草の実のジャムなんです。広場で時々売ってもらっていて。これを返事代わりに届けてやっていただけないでしょうか。そしてもう片方はあなた様に。もし渡すのが無理だったら二つとも召し上がってください。ぜひ。廊下は走らない。立ち着でなくて申し訳ありませんでしたね。では、俺の方から宿舎に届けましょう。本来であれば、物品は完全に受け取り禁止ですから。ただ、これを機会に可能になるかもしれないでしょ。やる価値はあります。あなただって届いてほしいでしょ。
ではひとまずこの1個はお預かりします。もう一つはあなたが食べるといい。気遣いなく、あなたがいただいたものでしょう。そうだ、先日の食事の約束が保護になったままでしょ。今夜はいかがですか？太陽と天秤にかけてもらえるくらいの愛情になったのだとうぬぼれておきます。ではもう一つお尋ねします。あなたのあの隠れ家に俺を招待する気はありませんか？簡単な料理をいくつか持っていきます。このジャムに合うものも。その顔でしたら、承諾という意味でよろしいでしょうか？では、午後8時くらいにお伺いします。楽しみにしていてください。
合意なしで交配させられるということです。この家に気軽に異性を招き入れないことです。合意なしで交配させられるということです。こんばんは。お邪魔します。中はこのようになっていたんですね。いえいえ、どうぞこのまま飾っておいてください。流木も幸せでしょうね。あなたに気に入られて。
コンロはあるんですね。わからなかったのですぐに食べられるものにしておきました。改めてあなたの誕生日をお祝いしようかと。あの時は驚かせた挙句不機嫌にしてしまいましたから。あなたはまだ飲酒できませんから、甘みの少ないブドウジュースをお持ちしました。グラスはどこにありますか？なぜそこで落ち込む必要が？この美しいカップでは不満ですか？さあ、乾杯しましょう。では改めて18歳の誕生日おめでとうございます。喜んでくださるのでしたらそれで。なぜ？ジャムを半分にしようと言ってくれたお礼です。
ではもっと正直に言いましょう。俺を好きになってもらうための罠です。本当のあなたは驚くほど素直なのだなと。表情が豊かで、驚いたり笑ったりとくるくる変わる。一秒すら目を離せず、見とれています。恥じらうあなたが見られます。いかがですか？俺を婚姻の相手に選べば好きなだけ食べられますよ。ちなみにパエリアも作れます。お望みならサブレも焼きますよ。それなりに有効な方法だと思いますが。そう無言にならなくとも、何も今この場で俺を相手に決めてくれとは言いません。ただ俺が正直な気持ちを伝える自由はありますよね。そうそう、
ジャムを食べませんか？レアチーズケーキを作ってきました。美味しいですよ。きっとあなたは好きだと思います。喜んでいただけて何よりです。このジャム、いい味ですね。分けてくれたあなたに感謝しなければ。天女島が一望できるから。今は夜ですからはっきり見えませんが、方角的にそうだろうなと。ドーマ殿があなたに与えたのですか？
どういうことです？でしょうね。この窓は天女塔を眺めるためにあるようですね。いい意味？悪い意味があるんですか？確かに島のものが泳ぐのは西の海岸が多いですね。向こうの方が波も穏やかですし。ドーマ殿は父にもあんな態度ですよ。彼はあなただけでなく万人に厳しい。安心してください。俺も数えきれないくらい睨まれました。
でも確かにこの立地は魅力的です。今夜は素敵な隠れ家にご招待いただきありがとうございました。またいつでも。来ました。確か。そんなに俺への好意を認めるのが嫌なんですか。砂粒ほどだった愛情は今どれくらいですか。俺の勘が正しければ、あなたは俺にそれなりの愛情を抱き始めているのではありませんか。相手の顔色を読んで策を進めるのは当然でしょ。今はただの赤座として話しています。先ほども申し上げましたが、何も今夜夫を定めてくれと迫っているわけではありません。別にこの後いきなり押し倒したりもしません。求婚中の身とはいえ礼儀はわきまえているつもりです。もしそれなりに俺を好ましいと思ってくれるのなら、愛情を認めてほしいんです。俺が寂しいからです。聞かなかったことになどと言うからです。でもあなたは逃げる。それだけでしょうか。気楽ですね。やはり何かありますね。Thank you.
もしかして月読み殿に何か言われましたか？任さなくても結構です。彼から疎まれているのは百も承知ですから。誤解しないでください。俺は彼を非難したくてこんなことを言ったわけではありません。石はスサノオの血からできた色。そんな古い言い伝えももちろん知っています。天女島の女たちを見守ってきた彼がそんな石の俺を毛嫌いするのも無理はありません。彼には彼の役目があるのでしょう。ただあなたはどう思うのですか？日の女神アマテラスを汚したかもしれない、そんな男から生まれた色はお嫌いですか？ありがとうございます。いいことでしょ。いい？約束して。あなたも愛する人を見つけて母さんのように幸せになると。あなたの魂の半身がきっとこの世界のどこかにいるわ。
資料としては残っていますね。俺がこの目で見たわけではありませんが。それがどうか。正確には知っていました。覚えていないかもしれませんが、あの日から数日あなたはひどい高熱を出して寝込みました。父も次元も見舞ったらしく、その折にドーマ殿から詳細を聞いたそうです。次元は目を覚ましたあなたが自分を責めるに違いないとずっと案じていました。そしてこう俺に言いました。彼女が困った時には助けになってやってくれと。彼は天女島の女を妻とした男です。確かに席の多さではありますが、心の内では白の同胞であるという思いもあるのでしょう。俺はその時まだあなたの顔すら見たことがありませんでしたが、事情は理解したつもりです。あなたが自分を責める気持ちはもちろんわかります。ですが状況が状況だったと思います。そういったことも承知で俺はあなたの愛を得たいのです。申し訳ありません。常に冷静さを心がけておりまして。他に何か懸念があればおっしゃってください。二人で改善策を検討しましょう。
そこまで急ぎませんよ。今夜は手を出さないと。手を出すときはきちんと合意を得ます。それでどのように言えばお気に召していただけますか。わかりました。俺なりに検討しておきます。まだ他に話しておきたいことがありますか。光栄です。どのような話をご所望でしょうか。残念ですね。弱みは作らないことにしているんです。キキキキキキキ。